はい、どうも、白熊先生です、えー。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについて解説考察していこうっていうね、チャンネルとなっております。えー、今回取り上げたいニュースは何かっていうとですね、 ピン芸人のナンバーワンを決める大会、r 1グランプリ2024がですねえつい先日開かれまして、そこで、ですね吉住さんという女性のピン芸人さんが準優勝したわけなんですね。その際にしてその際にですねたネタが何かっていうと、いわゆるそのデモ活動家の方をですねめちゃくちゃ嫌いをした、バカにしたネタということで,で、すね現在、ですね大炎上おっしちゃってるわけなんですよね、う。ん 今回はですね、それの詳細だったりとか、吉住さんを守るためにですね、よくわからない暴論をですね、振りかざした、しだしたですね、芸人さんたちがいるので、まあ、それの紹介だったりとかですね。で、実はですね、こういったですね、芸人さんの何かを揶揄して炎上するということがですね、最近立て続けに起きているので、まあ、その辺も紹介していきながらですね、今後芸人さんたちでどうなっていくのかってことについてね、話していこうかなというふうに思っております。えまずなんですけども、 まあ基本的にですねこの大会はですね、えー、そのネタをですねみんな1本ずつ披露していってで上位3組がもう1回ネタを披露してその中で投票してナンバーワンを決めるんですね。で、優勝したのがその漫談を武器にしたですね町浦ピンクさんというですね、まあ、おじさん芸人です。はいで、2位になったのが吉住さんというこの女性芸人なんですよね。うん で、この吉住さんが最初のですね、ファーストラウンドですね、決勝に行く前の1個目のやつでやったネタが、このデモ活動家のネタなんですね。はい。まあ内容をですね、ざっと言いますと、その吉住さんが、まあデモ活動家なんですよ。はい。まあ、いわゆるなんか立ち退き、反対とかなんかいろいろ書いてあるよね。こういうボードっていうんですか。ああいうの持ってる人ですよ。はい。をやってるんですけども、そのデモ活動家の女性がですね、その彼氏に連れられて、その彼氏の家にですね、まあ結婚の挨拶に行くみたいなネタなんですよね。はい。なんですけども、 このデモ活動家がしそうなあるあるみたいなですね、そういった部分を結構誇張してですね、その女性がやるわけなんですよね。例えば火炎瓶が投げ込まれるとかですね、服が血だらけになってるけど、これ私の血じゃないとかですね、警察とですね、こう、暴、なんていうか暴走した、ね、そのデモ活動家と警察がわーってぐちゃぐちゃになったりする、ね、映像とか外国であったりするじゃないですか。ああいうので、せっかく持ってきたですね、お菓子、ね、お父さんに、お母さんに渡そうと思ったお菓子がぐちゃぐちゃにね、警察との戦闘になっちゃいました、みたいな。うん。 そういうふうにですね、このデモ活動家という人をですね、すごいこうやり口したと言いますか、はい、変なデモ活動家がその一般家庭に入ってきちゃったよっていうネタなんですよね。うん、だから、その彼氏さんだったりとか、その彼氏さんの、ね、家族ですね、その彼氏さんの家族がまともな側として書かれていて、それに対してですね、そんなまともな家庭にですね、そのデモ活動家のですね、ちょっと狂ったような女性の吉住さん演じる女性がですね、入ってきちゃって、その結果ですね、いろいろね、ストーリーが展開していくっていう感じのネタなんですね。うんで それに関してですね、起こったのが、いわゆるそのデモ活動とかをしたことある人たちなんですよね、うんまあ。彼らからするとですね、自分たちはその政治だったりとか世の中にですね、何かを訴えかけるために一生懸命活動してるにもかかわらず、それをこんな風に馬鹿にするんじゃないと、はい。私たちは火炎瓶を投げ込んだりだったりとか、あんな風に人迷惑をね,をね、かけるようなことはしてないんだっていう風にですね、まあ、ブチ入れたわけなんですよね。うん まあ確かに結構政治ってクリえ、政治ってですね、結構ですね、デリケートな問題だったりとかしますから、まあそこをですね、見事に揶揄してしまった、吉住さんが炎上するのも確かに致し方ないかなっていう気はします。はい。えー、でなんですけども、最近実際問題ですね、こういった炎上がですね、ちょこちょこ続いてるんですよね。例えば分かりやすいところで言うと、かまいたちさんですね。はい。かまいたちさんが問わずです、とあるですね、トーク番組で、薬剤師の方を揶揄したような発言をしたわけなんですよね。うん。薬剤師がやってる行動が意味がわからない。あんなもんやめちまい。 とかですね、えー、あれはなんか薬剤師って結局お医者さんに憧れてる人たちなんでしょお医者さんになれなかった人たちなんでしょみたいなそういうふうに薬剤師の人たちの行動だったりとかをですねまあ、えー、行動とか、まあ、スタイルとかですよねまあそういうのをですね揶揄したようなことを言ったんですねそしたらそれで大炎上してしまってかまいたちの濱家さんが私の不適切な発言によりっていう風に謝罪する流れになりました、はい、でさらに言うとハリウッドザコ市長さんですね、うん ハリウッドザコ師匠さんが、まあ最近ですね、何かと話題の牧陽子さん、授業の巻陽子さんのことをですね、誇張のまねと言ってですね、まあ巻陽子さんがやっていた SNS のですね、生配信のライブをですね、すごくなんか、うん、まあ馬鹿にしたというか、揶揄した感じでですね、すごい大げさにやったっていうネタがあるんですよね。そしたらそれがすごいバズったんですけども、相手側の牧陽子さんがそれですごい傷ついたと、辛いということをですね、SNS に投稿しました。その結果ですね、えー、その、 ザコシショさんはででですね動動画をを非公開にししししして会社のの方で謝罪文を出しました私のしたた私行動が不適切でしたと、はいまあ、このようにですよ。このように、この3つにやっぱり共通していることって何かっていうと、相手を揶揄したようなことで笑いを取ったっていう点なんですよね。吉住さんはデモ活動家の方を揶揄したネタをし、そしてかまいたちさんは薬剤師を揶揄し、そしてハリトザコショウさんは牧陽子さんのですね、ちょっと様子のおかしいインスタライブといいますか、まあ、生配信ですね。これを揶揄したようなネタを作ったわけなんですね。そしたら結局、 があってまあ、ええー、ね、まあ、吉住さん以外は現在謝罪に追い込まれたっていうところまで来ちゃってるわけなんですよね。うん。 でなんですけども、はい。で、そうなってくるとですね、僕思うのがですね、この件に関して、その芸人さんたちの中でですね、擁護の声も結構上がってきてるわけなんですよ。はい。やっぱり芸人さんたちからするとですね、こうね、何かを揶揄するというのはですね、お笑いでは結構あるあるの手法だったりとしますんで、そのあるあるの手法もね、あんまりこう使えなくなっちゃうと困ったりしますもんね。まあ、だからこそですね、芸人さんたちではね、擁護する人たちもいると。はいで。特に今回ですね、吉住さんのネタについてですね、擁護してる芸人さんもちらほらいらっしゃるわけなんですね。まあ、ただなんですけども、ちょっとね、 難しいと言いますか、うん、その主張は果たして通るかなみたいなね、うん、みたいなね、そういうね、なんか、えー、用語の仕方をしてる人いるんですよね。はい。まあ、例えばなんですけども、うん。 ね、えー、これ何かというとですね、その、とあるね、芸人さんがおっしゃっていたのがですね、はい。まあ、YouTube チャンネルとかも10万人くらいかな、えー、っと登録者超えてるですね、とあるですね、芸人さんがおっしゃっていたのがですね、はい。これは、その、吉住さんのネタっていうのはね、一見吉住さんが、その、デモ活動家の方を揶揄しているネタに見えて、実はそうじゃなくて、ね、その、デモ活動というものに偏見を持っていて、それをですね、受け入れることの、受け入れることのできないですね、その、デモ活動家がやってきた、やって来られた側の家ですね、その家の人たちを、 揶揄しててるんだよっかりますか、ね、これもう一回言いますよ。要はえーその 吉住さんというですね、デモ活動家が家にやってきた結果、その家の人たちがですね、めちゃくちゃ戸惑うわけですよ。はい。でもなんでこの人たちが戸惑うかっていうと、政治に対する関心だったりとか、実際にデモとかをしたことがない人たちだと。はい。まあ確かに日本っていうのはですね、その投票率がも低かったりとかして、結構政治に関心がない人たちが多かったりしますよね。はい。だから、その家に住んでる人たちは典型的な政治にですね、まあ、なんていうのかな、興味のないことなかれ主義の典型的日本人を表していると。はい。で、そこに、吉住さんというですね、デモ活動に、ね な方が入っってててきてそれに面食らってしまうと、はい、だからこれは何かっていうと、吉住さんはデモ活動家を揶揄してるんじゃなくて、デモ活動というものにですね、普段触れてない、政治に対して強い意識を持ってないからこそ、そういった吉水さん演じるですね、デモ活動家に恐れをおののいてしまうですね、家の中の人たち、ほんとこっち側を揶揄してるんだと。はい。よくいる、ね、政治に関心のない、ダメなこと流れ主義の日本人だというですね、そっち側をですね、揶揄してるんだってことを言い出してるですね。芸人さんも中には出だしてるんですよね。うん。 いやいや、そんなわけないだろうっていうね <laughs>。いや、僕もですね、R1 グランプリは見ましたし、吉住さんのネタは見たんですけど、いや、そこまでふね、深読みするネタかなっていうね。はい。もっともっと単純にシンプルに、吉住さん演じるデモ活動家の女性が、とにかく変な人として描かれてるっていうコントだったんで、はい。一見あれが変な人に見えるんだけど、実はまともな人で、それに対しておののいている、その周りにいる家族が変な人だなんていう、そんな複雑な見方って言うんですか、複雑怪奇な見方って言いますか、ね、一歩二歩なんか踏み込んだと言いますかね、なんか変に構 殺したみたみいな,なんかネ,タネタだとはなんか僕としてやっぱ思えないと言いますか、もっともっとシンプルに、単純に吉住さんは、えー、自分が演じるですね、変なデモ活動家というものを見して、それで我を取ろうとしてるようにしか僕は思えないんですよね。うん だから、まあ、多分芸人さんとしてはですね、やっぱり吉住さんのこと面白いと思ってるし、やっぱ仲間だし頑張ってね、擁護しようと思ったんですけども、ちょっとそれはね、行き過ぎかなっていうか、無茶苦茶かなっていう気はします。はい。吉住さんもそこまで深い意味でやってませんよ、多分。ね。だって吉住さんが例えばですよ、私がデモ活動家を演じることによって、逆にね、その政治的に意識の低いですよ、普通に住んでる一般家庭の人たちをね、えー、その、なんですか、浮き彫りにして、その人たちを揶揄して、それをメッセージとして届けたいみたいな、そこまでの深い意味で作ってないと。 思うんですよ単にこんなデモ活動家の変な女いたら嫌だよねっていう風にシンプルにそこだけで僕は作ってると思うんですよねうんはいまあだからかわいたいのはね、まあ、芸人仲間だからわかんなくもないですけどちょっと無理やりかなっていう気はまずしますはいでなんですよでじゃあ今後芸人さんたちでどうなっていくのかって話なんですけど僕はですねもう思ったのが要は同業者しかいじれないような世の中になっていくのかなっていうふうに思いましたはいでは何かっていうと結局この揶揄するというのは何かっていうですね揶揄するというのは何かっていうとですね、はい、他の人 人人ににににとととっっってててののの当当たたりりををすすするることなんですよ他はいそうつまりなんで吉住さんが炎上したかっていうとデモ活動を一生懸命しているデモ活動家からすると当たり前の行動といいますか当たり前の思想を、ね、吉住さんが指をさしてあいつ変だぜ見ろおかしいだろうっていうふうにバカにしたから炎上してるわけですよかま、はいたちさんもそうですよね薬剤師の人たちにとってはそれが当たり前の日常当たり前の仕事なんですよそれを薬剤師とは全く関係ないねかまいたちさんが、ね、薬剤師ってさ 変だよねっていう風に言ってきたから炎上したわけですよ。うん で、牧陽子さんの件もそうですよね。まあ、巻陽子さんは正直にちょっとね、うん、ちょっと変な感じでしたけど、正直生配信は。とはいえ、あの、生配信中の牧陽子さんは、一生懸命何かを伝えようとしていた。ね、シンプルに頑張って話していたわけですよ。それをザコ師匠さんが、おいおい見ろよみんな、巻陽子って変だぜつって指さして、まあ、ネタにして笑ったわけですよ。そしたら、本人たちが傷ついてってことなんですよね。うん。だから、やっぱり基本的に僕思うのが、指さされて、笑われて、傷つかない人ってあんまいないんですよね。うん。例えばですよ、皆さん。皆さんが、じゃあ今ね、 高いい人だっったら会社、まあ、学生時代に振り返ってもいいですよ、ね、皆さんじゃあ学校にしましょうか。皆さん学生時代振り返ってくださいね。小学校とかでもいいですよ。はい。あなたがた、例えばですよ。特徴的な人とは違う容姿だったりとか、特徴的な人とは違う喋り方とか、何かしら特徴的な部分があったとしましょう。ね。それを例えば休み時間にね、あなたのモノマネをクラスのなんか調子乗りの男子が、ちょっと誇張してそれをね、誰々のモノマネとか言ってやってて、それを周りにいる男子とかが、わかるわかる、めっちゃ似てるってゲラゲラ笑ってたりとしましょうよ。ね。それ見て、 嬉しいですかって話なんですよ。はい。やった俺の特徴的な部分をあの子がモノマネしてくれてみんなが笑ってるよっしゃ嬉しいっていう風にならないですよね。うん。悲しかったり辛かったりとか嫌だな、やめてよって思いません自分が子供の頃を思い返してください。どうですですよね。はい。なんでやめてほしいかって思うかっていうと、馬鹿にされてるからいなんですよ。だってその男子って絶対自分のこと馬鹿にしてるじゃないですか。馬鹿にしてモノマネしてるじゃないですか。ね。根底にあるのはリスペクトじゃなくて、根底にあるのは馬鹿にしてる精神でしょうん。 それで、すごいなんか引きつ,ついたりするわけですよ。で、実際問題それが学校にバレたり、担任の先生が知ったりとかしたら、どっちが怒られますかって言ったら、絶対こっちのモノマネしてる側じゃないですか。ね。これやめなさい、誰々くん、みたいなね。はい。何とかくんが嫌がってるじゃないの。やめなさい。誰々くんのことをバカにして、そんな風にモノマネするのはやめなさい。誰々くんが嫌がって悲しがってるの。なんで人が悲しがることをあなたはするのっていう風にやって、絶対モノマネしてる側がね、怒られませんかって話なっちゃうんですよ。例えばそういう風にバカにしてる側が。はい。ですよね。うん。だから、やっぱりその、なんだろうな。 その芸人さんがね、まあデモ活動家とか薬剤師さんとか、そういうふうにいじったりした時に、結局当人たちが美味しい、嬉しい、ありがとうっていうふうに思わない以上は、やっぱり炎上してもしゃーないのかなっていう気がしますよね。うん。まあ、だからそうなってくるとさっきも言いましたけど、結局芸人さん同士でいじり合うのが一番いいのかもしれないですよね。はい。だって芸人さん同士の場合は、いじられたとしても、ありがとう、美味しい、嬉しい、みたいなこう信頼関係もあったりするからさ、さいいじゃないですか。同じ同業者ってこともあってね。うん。だから、信頼関係も時に気づけてないような、ね、作業種の人をですね、 バカにするお笑いの取り方っていうのは、もう今の時代厳しいっていうか、はい。相手が、いや、こっちは美味しいなんて感じてませんよ。やめてくださいっていう風に言われたらもうおしまいだよってですね、そういうリスクの高いね、えー、お笑いの取り方にもうなっちゃってるのかなっていう風に僕としては思いました。だから、そんなリスクを取ってまで、他業種をバカにした笑いをするくらいやったら、芸人さんたちのこの枠の中でね、はい。同業者の枠の中でお互いがお互いのこといじり合ってやってる分には、ね、いざとなったら、いや、お互いちゃんと理解した上で納得した上で、プロとしてやってるんでってこうね、言い返せるじゃないですか。これは言い返 ももしなんか言われてもね、うん、ただやっぱ、他業種の人をいじってしまうと、他業種の人が本当に怒って、やめてください、そういうことを。僕たちのことを笑い物にしたりとかするのやめてなさい、っていうふうに、他業種のことが人が怒った時に、言い訳が効かなくなっちゃうよって話ですよね。うん。だからもしかしたら、こういう笑いの取り方、他業種に対しては、もうね、これから先の世の中なくなっていくのかもしれませんね。はい。というわけで、今回はこ辺で終わります。この話ですね。ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントありましたら、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。